こんにちは、直感です。今日は前回の道を終わって、そしてビルとか作りたいと思います。ハーフブロックして、さっきと同じ丸石。そして砂利。そう、砂利はね、私の娘が、まあ私もね、ポケモンが好きで、ロケット団がサトシを砂利ボーイと呼ぶね。だから私に覚えやすい、砂利。砂利は砂利ボーイね。ね。で、じゃあとりあえずこれでいい。で、この畑の周りに新しい安山岩。でも普通の安山岩はこうして磨かれた安山岩が使う。そう、そっちの方がいい。そうそう。じゃあこのなんだっけ、これん、小麦とじゃがいも全部取って、なぜならもっといい、なんていうの、いい方法があります。小麦粉ね、と人参。で、この水は、この水は必要ない。これだけ必要。
タケも同じことをやります。123123クワで、これして、そしてマインクラフトはこんな感じでもっと早い縦ね。で、同じもの横は遅くなる。そして違うもの植えます。はい。小麦粉とじゃがいも。小麦粉とじゃがいも足りる？そして人参。そんな感じ。ここでまた種足りないかな。大丈夫。そしてここで人参。そしてじゃがいも。そんな感じ。でもっと早い。でここでもう磨かれた暗算が。壁を作ります。あ、土だね。土じゃないよ。これは丸いしと、階段、丸いしの階段で、これね。一回これを取って下でやって、そして戻ります。オッケー、じゃあもう一個ある。そこでこう、そしてもう一個そこ。そして丸しで、1。この壁を磨かれたと普通の暗算岩が必要。もっとあります。ここ結構ランダムな感じ。で、こんな感じ作ります。はい、終わりました。じゃあこれは壁です。はい、この畑を守ります、この冷たい風から。想像力が必要です。はい、じゃあここで農家のビルを作るとと思います。これとこれ二つで、丸石の壁とこれとまたこう、そして階段はそして、ここかな。そう、ここで、この草、あれ、斧。ないか。はい、この町は村人がないけど、その準備、
あ、斧だ、斧。バカ。はい、まだクリーパーなし。よかった、そのままで。だいつもあの早寝してるだけだから、あんまりモンスターが見えなかった。このサイズかな、ちっちゃいけど。で、また丸石のレンガ、ここかな。こう、1、2。ふっ、あ、ダメね。そして、になった。はい、はい、また階段。で、普通の、そして屋根。屋根はシンプル。あまり屋根が上手じゃない。屋根は難しいですね。こう。そして真ん中は。バランスは違うね。バランスは悪いね。はい。で、中はなんか店っぽい。そういう感じ。そして多分ここで階段の方がいいのかな。全部階段に。そして作業台と丸石ある。ある、ある、ない。やっぱりないね。はいはい、作業台と
チェスト。あ、こっち。はい。ドアなし。ドアがなし。なしで。まあそんな感じ。はい。じゃあ今日はこれで。はい。ありがとうございました。またね。はい。バイバーイ。